1956年、宮内勘也から1983年3月5日は小説家。本名、池上孝郎。岡山県生まれ。早稲田大学英文科卒。1935年、中央高知で、芥川賞候補。左翼道反射文学の書き手だったが、弟の自殺を機に、空立ちの花などの詩小説に転じる。1944年招集により、 クレカイ兵団入団、クレチン防空司令所暗号室勤務。戦後は水兵としての招集の体験を描いた憂鬱なる水兵があるが、その後は少女小説や児童向け翻訳で孤高をしのいでいたが、1978年、父と1908年の七里ヶ浜遭難事件のことを描いた七里ヶ浜で平林太鼓文学賞を受賞したことで一躍話題となった。 区内の父は、図書改正中学教諭だったが、生徒らのボート遭難事件の責任を取って、辞職させられた。この事件は、教師三角鈴子が作詞した、七里ヶ浜の愛家で有名だが、日本中の道場を呼んだ、この事件の遭難生徒たちは不良で取り打ちのため、ボートを出しており、中にはすでに20歳、近い三角の愛人生徒もいたという事実を明らかにしたものである。 父は三角の文学趣味を憎み、区内に対して結婚するまで文学書を読まないよう命じたという、ありがとうございます。